エリック・レミングはスウェーデンの陸上競技選手。1900年のパリオリンピックからセントルイスオリンピックを除いて3大会のオリンピックに出場、やり投げで3つの金メダルを獲得した。レミングはやり投げ以外にも様々な種目に出場している。レミングは1899年、やり投げで49立方メートル1の世界新記録を樹立していたが、 初出場したパリオリンピックでは、やり投げが種目に含まれていなかった。しかし、それでも6種目に出場、総高飛び、棒高飛び及びハンマー投げの3種目で4位に入り、円盤投げでは8位、総幅飛びで12位となり、他にも3段飛べに出場した。1904年のセントルイスオリンピックには出場しなかったものの、1906年、 オリンピック中間年に開催されたアテネオリンピックに出場。槍投げ自由形で金メダル、砲丸投げで銅メダル、五種競技で銅メダル、綱引きでも銅メダルを獲得している。その他にも円盤投げで4位、石投げでも4位になっている。1908年のロンドンオリンピックでは、1906年に続き槍投げ自由形で金メダル。 さらに通常のやり投げでも金メダルを獲得し、やり投げ2種目で金メダルを獲得した。この大会では他にも、ハンマー投げで8位、円盤投げ、キリシャ式円盤投げにも出場している。1912年、レミングは地元で行われた自身最後の五輪となる、ストックホルムオリンピックに出場。前回大会金メダルを獲得したやり投げで前回。 大会より6メートル近く記録を伸ばす60メートルスローで金メダルを獲得。オリンピックに連覇を達成した。この大会では、やり投げで4位、円盤投げで11位という結果を残している。オリンピック後の1912年9月には、やり投げの世界記録を62.32メートルまで伸ばしている。やり投げ自由形の実施はこの大会が最後となった。ありがとうございます。